どうもお世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。ガンダムビルドファイターズバトローグの第4話に登場した、ストライカージンクスが発売されたので買ってきました。早速ですね、開封していきます。一応 HG のジンクスがベースだと思いますが、アニメの設定ではマリオ・レナートがアドバンスドジンクスを、ベースに作り上げたガンプラとなっています。そしてね、発売前からアドバンスドジンクスが再現できるか否かみたいなことが話題になってたようですが、このストライカージンクス単体で余剰パーツを使えばアドバンスドジンクスが再現できるという情報が、雑誌か何かで出たようですね。ただですね、今ランナーを見た限りでは、アドバンスドジンクスは組めないっぽいですね。おそらくですけどノーマルのジンクスを買えば、不足のパーツが揃って再現可能ではないかと思います。組めると思ってただけにね、ちょっとがっかりはしますね。はい、ランナーはねご覧の通りですね、カーキっぽいグリーンではなく、ザクみたいな感じの濃いグリーンと、薄いグリーンの組み合わせですね。で、関節部分はウォームグレーっぽい感じの、成型色になってます。はい、ネットでねちょっと調べてみたんですけど、ジンクスの B パーツの上の方がなくなってますね。意図的にね外されてる感じがしますけどね。はい、クラビカルアンテナという名前ですかね。この、裏側のパーツは付属しているんですけど、はい、その外装のね、外装の部分がないので、アドバンスドジンクスの再現は不可ってことでしょうね。GN スマートガン、この大ぶりな武器ですが、分解が可能なようです。分解してアドバンストジンクス専用の GN ビームライフルが再現できるようです。はい、個人的にはアドバンストジンクスの再現の可否は別としておいてですね、単純にこの重装備のストライカージンクスそのものをかっこいいと思いますし、配色もねミリタリー感があって私好みというか個人的な意見ですけども、でフルアーマージンクスって感じもしてなんかめちゃくちゃねかっこいいと思います。追加の装甲は着脱が可能で、装甲を外すと中からジンクスっぽいものが出てくるっていうことですね。はい、ということで次回からね組み立てを進めようと思っています。よかったらね続きも見てください。では、失礼します。どうもありがとうございました。